はい、こんにちは。おしんちゃんことおごさやです。本日は大食いの YouTube をやっている大塚ももこちゃんとチョコレートビュッフェにやってきました。赤坂にあるアナインターコンチネンタル東京さんで期間限定で行われているチョコレートビュッフェです。こちらのビュッフェでは着色料を使っていないのにピンクいルビーカカオのチョコレートがたくさん取り扱われてます。コーヒー、紅茶など15種類の飲み放題もついていて、期間は90分制です。こんなにチョコレートだらけの店はなかなか珍しいですね。自分で注げるチョコレートドリンクみたいなのもあります。チョコレートフォンデュももちろんあります。サンドイッチとかも。こんにちは、おしんちゃんことおごさやです。本日はももちゃんと久しぶりに、はい、久しぶりに会ったのでコラボです。はい、コラボ。ね、今日ね、なんかももちゃんが見つけてきてくれた、じゃーん、チョコレートフェアアナコンチネンタル、なんだっけ、22種類のチョコレートがいろいろ味わえるスイーツビッフェ。そうです。食べよう、じゃあいただきます。今回時間制限90分とかちょっと短いよね。イングリッシュブレッシュブレッシュファーストブレックファーストブレックファースト。あ、美味しい。どこから行こう。あ、この冷たい系から行こうかな。うん、なんだろう、全部カタカナ。あ、そんたらでもサンドイッチとかもいっぱいある。これ食べたいよ、フォアグラ。フォアグラ食べたいね。どこにある。あ、全部食べようとりあえず。これがルビー。ソースがすごい高級な感じ。こちらはなんかチョコレートのムースですね。うん、あ、このチョコレートも美味しい。めっちゃチョコが濃い。そうなんだ。私も食べてみる。なんか硬い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 。生チョコ？硬い。なんか練った、なんか練った高級なチョコみたいな。おいしい。え、それ本物の卵。すごい。あ、違う違う、割れない。割れない、卵。チョコレート。めっちゃ濃かった。あ、すごい。え、これも美味しい。すごい、いいチョコ使ってるから美味しい。ホワイトチョコ的な、卵とホワイトチョコ、ホワイトチョコだ。卵のがね、え、ちょっとなんかメニュー名からそれっぽいのが探せないんだけど、なんかね、美味しい。カスタードかな。え、ちょっとね、ホワイト、ホワイト、なんだろう、あとね、でベリエーヌホワイトチョコとかだって美味しかったかも。これ美味しすぎる。美味しいね。なんかでも100個ぐらい食べる。ベリエーヌホワイトチョコ。ベリエーヌってなんだろう。ホワイトチョコ。ホワイトチョコ。バニラビーンズもね、たくさん入っててすごい美味しい。ね、めっちゃなんかホワイトチョコ美味しいよね。美味しいね、これ。上オレンジソース。なんだろう、うん。なんかプリンじゃないんだけど、とろけるプリンのチョコレートバージョンみたいな。すんごいとろける。滑らか。唇のチョコレートやりたくなる。あ、ぴったり。あ、おもちゃ似合う。赤いけどいちごとかじゃないね。なんか全部チョコの風味が違う。飽きないね、風味のチョコだけ。なんだろう、ナッシュ系かな。スケット。かわいいよね、めっちゃかわいい。かわいいかね。あ、これ結構ビターな感じで、パフとかナッツとか入ってて美味しい。これ結構ビターな感じだ。やっぱでもチョコはもう甘ったるい方が好きだな。それちょっとビター気味だった。あ、これタルト。タルトだね。下のタルトケーキ生地がめっちゃ美味しい。
のアーモンドプードルとかめっちゃ効いてる感じなの、高そうな、なんか焼き菓子の味がする。かわいいかな。あ、食べた、シュークリーム。あ、めっちゃ中、チョコだ。なんか皮が結構ハードめなのが合う。これは何だろう、高い、これも高かった。重い、なんか重い、すごい美味しそう、ドライ。美味しいけど硬い。なんかコーティングが、コーティングがなんか歯ごたえがあって美味しいんだけど硬い、硬い。あ、柔らかい。すごいさっくりしてる。さっき硬かったから硬いのかなと思って食べたらなんかめっちゃ柔らかい。おいしい。なんかすごい滑らか系のチョコだ。なんかムースみたいなのもあったから。あ、おいしそう。全然甘くない。何？あ、これフォアグラじゃない？これフォアグラ？甘くないよ。あ、チーズ、めっちゃチーズ、めっちゃチーズ。あ、これでも結構好みあるかも。なんか青カビチーズのムースみたいな。あ、なんか癖になりそう。結構強めのチーズだね。あ、フォアグラだ。フォアグラだよ。あ、なんか濃い感じ。最後フォアグラ来た。フォアグラだ。これだね、フォアグラ。デザートフォアグラルビーチョコレートムース。なんかね、最初チーズかなと思ったけど、なんかもう最後すごいフォアグラが割ってくる。まあ、美味しい。何これ、見た目が本当どれも可愛い。上に乗ってるの山椒だ、すごい。あ、これ私暗めのやつか苦手な。なんかレッドペッパーってやつかな。あ、山椒、あの中華料理とかに入ってるやつ。あ、うん、明日は普通に甘いのに上に山椒乗ってる、斬新。もうプリッツみたいな。ドーナツかな、ヒョウ柄のチョコが乗ってる。かわいいね、見た目がかわいい。すごい、これかわいい。私もこれ食べてみよう。いい、ドーナツだね。うん、チョコが、ね、あ、裏にラズベリーもちゃんといます。うん、重い、結構ずっしり。またこれ乗ってる、焼きドーナツみたいな。またこれ乗ってる。生チョコ乗ってる。またドーナツ乗ってる。うん、下のドーナツが美味しい。うん、これまた食べに行きたい。ポン、ポンです。あ、めっちゃチョコレート系でまとまってる。うん、マカロン好きだから。マカロン、うん、クレア、あ、美味しそう。かわいいね、ちっちゃくてかわいい。めっちゃかわいいね。すごい美味しい。チョコかな、うん、ね、なんかお花のチョコのチョコめっちゃ可愛い。そうそう、お花美味しい。なんかこういうちっちゃいチョコレートとかもいっぱい、いろんな種類が。じゃあ私もチョコレートいっぱいの。これがなんだ、なんだろう、プディング、パンプディングみたいな。チキンだ、ももちゃん、これチキンだ。チキン、え、チキンってお肉、お肉、お肉なのそれ。うん、お肉にチョコが乗ってんの。お肉、お肉のほんとびっくり。え、お肉、チキンフリット。うん、うん、それこれお肉だ。甘い、ちょっと甘じょ、甘い味付けはされてるお肉。びっくり、お肉に見えなかった。パンもあった。ハンバーグみたいなのもある。これとバーグって、あ、バーグじゃない。王道のチョコレートケーキ。うん、美味しい。え、私も食べてみる。ちょっと美味しい。なんかベリー、ベリーのソースが間に収まってる。美味しい、なんかすごい美味しい。あ、本当なんか果物入ってる。あ、本当
だ、中のフルーツが美味しい、うんうん、ありがとう。これは何だろう、これアイスじゃん。これパフェ、パフェって言ったらパフェが来た。あ、そうなんだ。なんか向こうでもらってあ、これに自分でトッピングする感じなの。あ、だからいろんなチョコとかあるのかな。あ、なるほど。フルーツもあった。え、これセンス問われるやつね。何これ、あ、サンドイッチじゃない？あ、サンドイッチだ。ハム、ハムってチーズだ。あ、これサンドイッチなんだ。エクレアかと思った、うん、ね。しかもパンチョコレートじゃない？あ、ハムチーズサンドだ。でもパン別にチョコレート色だけど甘くはないね。うん、これもサンドイッチかな。なんだろう、ね。でもこれ真似しよう、お弁当とかにこんなの入ってたら可愛いよね。なんだ、なんか巻き込まれすぎてて具が、でもキュウリっぽいの見えない。あ、あ、なんか開いちゃった、こんな感じ。パプリカとか入ってる。なんだ、美味しい。あ、マヨネーズっぽい、なんかツナマヨっぽい感じ。なんかちょっとチキンかな。なんかほぐしたお肉みたいなの入ってる。うん。うん、美味しい。でもなんか癖になる。美味しい。やっぱでも周りのパンチョコだね。なんかそんなに苦い。うん。うん、できました。買おう。あ、めっちゃ熱力高い。私の変なのいっぱい石炭抜けてきた。すごい。でもやっぱ唇のせるよね。ね、唇かわいい。このチョコに合う。もうやばいのできた。溶けたってやばい。めっちゃ濃い、めっちゃ濃い。ソフトクリームめっちゃ濃い。チョコ濃すぎる。すごい濃いね。うん、ね、チョコいっぱい持ってきたよ。あ、めっちゃこれ美味しい。ありがとう。サンドイッチ何好き？せーの、卵。あ、やっぱり卵、やっぱ卵だよね。ツナマヨとかも好きだけど、うん、卵美味しいよね。夏焼き卵とかのも美味しい。うん、分かる。なんかとろってなっちゃうよね。こぼれちゃう。今溶けた。テーマだったんですけど、めっちゃ美味しかったね、どれも。すごい、いろんな種類のチョコレートが、本当美味しかった。なかなかなんか、普通じゃ食べれない味で、うん、本当、でも本当チョコレートいっぱいね、チョコレート好きにはたまらないビュッフェでした。本当に美味しかった、こんなにいろんな種類があって、すごい。ね、美味しかった。ももちゃん、どれ一番好きですか？うち、あの、ドーナツ、焼きドーナツみたいなのが。すごい美味しい。あと、なんかチキンにチョコって合うんだなって思う。あ、そう、あれ、すごい、意外と。そんなチョコ強くないんだけど、ほんのり香る感じが美味しいよね。ほんとおすすめなので、ぜひぜひ来てください。ごちそうさまでした。また一緒にコラボしたいと思います。でも私を、ももちゃんのチャンネルもボタンも、あの、終わりにエンドロールに貼っておくんで、ぜひぜひ見てください。はい、あの、ほのぼのしちゃん、めっちゃおすすめです。ありがとう。